はい、皆さんこんにちは。村長スタジオです。今日はこの画面にありますのは音楽プレイヤーのハエモンという面白いプレイヤーです。面白いというか、ライブ用に僕の方からいくつか要望を出して改良をしていただきました。特に Android 用と、そして iOS 用、この2つはとても高機能になっています。この一番上の方のところにどのように再生するかというのがありまして、今ここには1曲再生したら一旦止まるという1曲モードというのになっています。これが連続モードです。このようにしてこれを切り替えることによってモードが変わります。今世の中にはたくさん無料のこういう音楽プレイヤーというのはダウンロードができるわけですけれども、案外この機能はありません。この機能が欲しいというのは、ライブなんかでカラオケを音源として流すときに自動で次のリストに行ってしまったらフライングになってしまうわけですね。それを避けれるのがこのソフトです。通常の音楽プレイヤーのように再生することができます。一度再生してみます。はい、このように音楽が再生できるわけですけれども、例えばこの辺りにドラムロールとか、このようにリストを作っておけるわけですね。ここで12秒のファンファーレを鳴らしてみます。はい、このように1曲再生したら次で止まってくれるわけです。今度はドラムロールを鳴らしてみましょう。このように再生が1曲のみでできるということになっています。このソフトはその他にもいろんな機能がありまして、例えばこのような音源を引っ張ってきたときに先頭に空白があったりしたら、すぐに再生が始まりませんよね。そういう場合に、例えばこのロールを短くするとかいうときにはちょっと先頭のところを切ってポイントをつけておいて、ここを A のスタートというふうにします。こうすると先頭が切れるわけです。そうしましたら、すぐに。これはどういうときに便利かというと、音楽の耳コピをするときに同じところを何度も聞きたいというようなループ再生をしたい場合があります。じゃあここを B にします。このように短くなっているわけですね。そしてそこで再生をします。このようにとっても耳コピが楽になるということです。その他にもイコライザーなんかもいろんなプリセットがあります。例えばベースの耳コピをしたいというときはベースが強調されます。このようにしまして、そして再生をしますと、こんなような再生ができるわけです。こうしてイコライザーはこういうプリセットがとってもたくさんあるわけです。もちろん細かく設定することもできます。耳コピするときにゆっくり再生したい場合がありますよね。そういうときは、例えば音楽のリストを選択しておきます。例えばこの曲にします。はい、この曲で、そしてイコライザーは普通に戻します。どんな楽曲か聞いてみましょう。はい、こういう感じな。これを耳コピするために速度を遅くすることができます。なんだか不思議な気分になる。はい、このようにして耳コピができますし、シャープとフラットというのもありまして、音程を変えることもできます。このような通常の音楽プレイヤーではないような、とても素晴らしい機能がついています。高校生にツイッターバカ受けしまして、この最高の機能をつけたプレイヤーが、100万ダウンロードを達成しました。ハエモンの開発の良太さんはとても親切で、いろんな要望を聞き入れてくれて、このような形になってきました。Windows 版や Mac 版は、この一曲機能というのはないんですけれども、iOS と Android にはこの機能がありますので、
ライブ会場なんかにおけの音源を持って行ったり、その他には音響屋さんが混んだし、と言いまして。先ほどのようなドラムロールとか、そして効果音ですね。それなんかをさっと出すときに、とっても便利になっています。このリストの編集機能もとってもよくできていまして、どこからどこにコピーするとかということがとてもうまくできるようになっています。新たな再生リストをここで作ることもできます。このように白紙のリストを作って音楽を足していきますが、その追加の時にもドロップボックスと連携できるようになっているのもとても便利なところです。ぜひ無料ですので、皆さん一度ダウンロードして使ってみてください。今日はハエモンというメディアプレイヤーをご紹介しました。